海ンの模型海 LCH、らは、海が開発する汎用及び軽攻撃ヘリコプター。LCH とらは、基本的に同一の機体で、民間用と軍用の仕様を分けるものとなる。LCH は、ライトシビルヘリコプター、らは、ライトアタックヘリコプターの頭文字で、それぞれ軽民間ヘリコプターと、軽武装ヘリコプターを表す。LCH は、 緊急サービスや沿岸監視、旅客輸送を、ラワイム D500 や R-1S を置き換えながら、R-64 ミートのハイローミックスで運用されることになる。総額1兆ウォン以上をかけ開発が行われ、LCH は2020年までに、ラワ、2022年までに開発を完了する予定である。エアバスヘリコプターズは、 原型機である EC155 の製造を中止することで合意していることから開発が完了すれば海は同ヘリコプターを製造する唯一の企業となる。これは2018年から H160 にとって変わられる H155 の製品寿命を伸ばすのに役立つ。海では中東やアジアなどで R-64 アパッチなどを買う余裕がない国にラは適していると述べており、 300から400機の販売を見込んでいる。ベース機となる EC155LCH らは2014年6月22日に韓国防衛事業庁より開発が発表された。2014年1月1日、議会が LCH に3億ウォン、らに7億ウォンの予算を配分した。その後、7月22日に ハンミング国防部長官の主催で第81回防衛事業推進委員会が開催され2014年7月23日韓国航空宇宙産業が開発事業の優先交渉対象企業に選定されたその際公開された完成創造図とモックアップでは LCH はテールローターにフェネストロンを採用した双発機となっており 軽攻撃型のラの機種にはガンターレットが装備されていた。LCH ラは会社が海外企業の支援を受けて開発することになっており、機体は海外企業のものを元にすることになる。マトは4.2トンから5.3トンを想定している。会ではアグスタウエストランドやエアバス、ベル、シコルスキーと開発参加について交渉していた。2015年1月12日には、 シコルスキー、ベールは入札に参加せず、エアバス、アグスタウエストランドが参加することが報じられた。候補としては EC155 とオータムウィンター169が上がっていた。2015年3月16日、エアバスの EC155 が選定されたことが報じられた。2015年6月25日、会は防衛事業庁と韓国産業技術評価研究所、 産業通商資源部との間で1.6兆ウォンの契約を締結した。2016年2月15日、チュルボメカがラーム家にアリエルの新しい派生系を提供すると発表した。2016年2月26日、油圧システムの開発について、スパインのセッサは韓国イムックとの間で協力についての契約を結んだ。セッサはまず2つのコンポーネントを開発し、 その後その他の3つのコンポーネントの開発について、イムックに助言を行う。2016年6月7日、LCH のエンジンとして、アリエル 2C2、ラのエンジンには、サフランとハンファテックウィンが共同で開発するアリエル 2L2 が選択されたことが発表された。共同で開発されるアリエル 2L2 には新しく開発された、軸流圧縮機。 高圧圧縮機ディフューザー、高圧タービンの材料、およびデュアルチャンネルファデックなどのコンポーネントを含まれるとされている。2016年7月13日、ラに装備する HMDE としてタレスのスコーピオンが選択された。11月29日、会は本社で11月28日にイラの生産を開始する式典を開催し、本格的にイラが生産段階に入ったと発表した。 会では今年8月に予備設計審査を完了し現在詳細な設計に取り組んでおり10月に図面を作成し最初の試験のラ用部品の生産を開始したとしている予定ではラ最初のモデルの組み立てを2017年6月に組み立てを開始して2018年9月にリリースし2019年4月で初飛行させることとなっている同時に開発中である LCH については10月に最初のプロジェクトモデルの生産を開始しており、第2のプロジェクトモデルも来年2月に生産に開始する予定である。ありがとうございます。